優勝報告を始まりますけども、龍のようにそしく、そして鳳凰のように美しく、そして最後は華やかに来ていきます。声援を送りますので、どうぞご声援よろしくお願いします。はい、それでは連覇ですが、元気よく、行くぞ皆さんでした。